クレイさんって今でもプロスピを開くのを忘れる日または開かない日ってあるんですかあーこれはね基本的にはないですねというのを基本的に毎日撮影してるから絶対開くっていうのはあるんですけどまあ、どうしても予定があって撮影しない日とか あとやりがちなのは iPad って勝手にタスクが落ちることがあんまりなくて日付が変わったらマイページに戻らないとちゃんとログイン扱いにならないんですよね。だからその作業を忘れちゃうことは結構あるかな。はいどうもこんちゃくれです。よろしくお願いします。さあということで今回は OB 第3弾全選手能力徹底表ていきたいと思います。<laughs> と、はいうことで、昨日からね登場している OB 第3なんでございますけれども、も皆さん、いかがお過ごしでしょうか。まあ、今回のラインナップですね、非常にあの初登場の選手が多かったりとか、まあ、OB としてはまだ出たことがなかったみたいなね、まあ、選手なんかも非常に多くてですね、非常に評価の違がいがあるなというふうに思っております。なかなかね、あの毎年同じような能力で出てくる選手とか、 もうこの選手といえばこうだよねみたいなのがはっきりしちゃってるとあんまり評価動画撮ってても面白くないんですけど、まあ、強い弱い関係なくね普通にあのやっぱ評価しててこういうラインナップは楽しいなと思いましたてことで、まあ、一人一人ね今回じっくり解説していきたいと思いますんでぜひ、まあ、まだねガチャするか迷ってる方あとはランキング走るかどうかと悩んでる方とかね、まあ、よかったら参考にしてみていただきたいなと思います、まあ、累計が今回ね33%なので、まあ、人によってはねこれ OB 第3弾一人も引けないっていう人もいると思うんですけど まあ、ぜひ今後のね参考にしてもらえたら嬉しいです。ということで早速本編いきましょう。どうぞ。 さあ、ということで、まずは阪神、吉田選手ですね。はい、ここは評価 A とさせてもらいました。まあ、正直、この選手はね、あの、僕、いろんな動画でも言ってたと思うんですけど、ショートの守備査定ですね。これはもっと高い適性のものを期待してたんですよね。なんで、この守備 B78 という査定は、あんまり納得いってないです。ただ、コメント欄とか見てると、この年の査定よりももっと守備で見たらいい年があったんじゃないかというのは言われてて、パープロで査定されてる年度ともこれまた違うみたいなんですよね。で、まあ 障害成績で見ても、王で比べたら、1956年の査定が一番良かったりもするんで、まあ、大学で見るとこの年なのかもしれないけど、まあ、もし今後ね、年度査定バージョンとか出てきたら、ワンチャンもっと高い査定も狙えるのかなと思ったりはしてます。 まあでも、にしてもね、ミートとか、もっと高くてもよかったんじゃないかなっていう気もするけどな、179打席連続無三振で、シーズンで見ても、確か十何個とかしか三振してないんですよ、こんだけ打席立ってて、3割一分8人でしょもうちょっとあってもよかった気がするんだけどな、とは思いますね。で、まあこの吉田さんに関しては、阪神純正だとね、やっぱショートってなってくると、鳥谷選手との争いになると思うんですけど、 まなかなか鳥谷さんが最近出てないっていうのもあるんで、まあ、そこを取れてないって人にとっては当然、やっぱ候補にはなってくるかなと思うし、まあ、鳥谷選手がいたとしても、左よりも右が好きだよっていう人からすると、吉田選手フルで使うってう選択肢もね、まあ、十分にあるかなとは思います。ただ適性だけで言うと、実は久慈選手の方が若干高かったりもするんで、そのあたりが金合いとしては難しい部分もあるかな。あくまでも代打を出してしまうっていう前提なんだったら、久慈さんの方が、現時点ではいいってなっちゃいますね。続いて、広島ライトル選手。 こちら評価 A とさせてもらいましたはいまあここに関してもですねちょっと評価難しいなという選手ではあるんですがまずリーグに関しては称号が決められたら特 A クラス2番 AA のどっちまでいけたら特 A クラスかなという感じにはなりますただいかんせんやっぱね広島の外野手っていうところはめちゃくちゃ激戦区じゃないですかもうすでに今年山本浩二さんも出ててこのあと鈴木誠也選手も出てきてでまあ年度違いますけど OB 考えたら前田智則さんとかまあいろいろいっぱい強い選手がいると チースの丸さんとかね、いろいろいますけども。ってなってきたときにですよ、じゃあこのライトルの立ち位置ってどうなんだっていうところで言うと、絶対必須、欠かせない、他を差し置いてでも使うべきっていうラインには入ってきてないかなと。ただ、やっぱりね、この爆発力ですよね、チャンス20丸を持ってる選手って、やっぱこれ出るとめちゃくちゃ強いんですよ。で、さらにパワーヒーもあって、野手の存在感ちょっと微妙だけど、もうこの2つだけで十分ぐらい。 うん。で、元のステータスも十分強いから、まあそういう意味では、まあ潜在能力の高さっていうのはやっぱありますよね。なんで、まあオール左で外野を組みたいって人にとってはね、カープ純正の中でも、まあ丸選手、金本選手、前田選手、まあこの3人で組めちゃってるとな、もういらんってなっちゃうかもしれないけど。 まあそこで1人でも欠けてるとねやっぱライドル候補にはなってくるかなっていう感じですかね続いてベイスターズ平松さんはいこちら評価 A とさせてもらいましたはいこれはリーグが特 A 評価リアタイが B プラス評価というちょっと極端な評価にはなってますねでまあ先発でこの査定だったらまあ同値とはいえるちょっと物足りないかなっていう感じはあるんですけどただこの平松さん限界突破4回で中継ぎ抑えできるんですよねでまあ主におすすめの起用法としては僕は中継ぎ派ですはい中継ぎに置いてあげてこのコンボですよね なかなかキュースタミナ同士で中継ぎできるピッチャーっていないんで、まあ、結構貴重なんじゃないかなと思うんですよね。で、リアタイの面で言うと、やっぱこのシュートが気になるって方多いと思うんですけど、まあ、僕も過去の平松選手、もちろん純正で使ったりとか、まあ、極めて持ってるわけなんですけど、まあ、やっぱこのゲームね、シュートってあんま強くないんですよね。スライダーと曲がり逆なんだけど、スライダーよりシュートの方がなぜかやっぱ打ちやすいんですよね。これなんで打ちやすいかって言語化するのはなかなか難しいんですけど、体 ややっぱ飛びすすすい感じがするんですよね、まあ、そういう設定にゲーム上なってるのかどうかはかんないんですけど、まあ、だから行けてもワンポイントかなだし平松さんの場合はねこれ2種とかでもないからもう基本シュートに貼られたらもうほぼ打たれるんですよだからシュートとまっすぐの2ピッチみたいな感じになっちゃうんですよねシュートガン張りの人の裏をかいてまっすぐでカウント取るとかかもしくは追い込んでからシュート来ると思わせてまっすぐで三振取るとか まあそういうなんか駆け引きが必要になるっていう感じかな。いや先発で1試合任せるとかっていうのはかなり厳しいかなっていう感じですね。続いて巨人、林選手ですね。はい、こちら評価ビートさせてもらいました。はい。マコも今回初登場ということでね、まあ、正直巨人の OB ってめちゃくちゃ強い選手が多い中で、まあ、この林選手の能力がかなり控えめかなとは思います。まあリーグでも最強決定戦でも正直なかなか入ってこないんじゃないかなっていうぐらい。 現役にも代表は効くかなっていうラインですよ、ね、なんで、まあ思い入れがあるとかじゃなければ無理に極める必要もないのかなとも思いつつ、この能力だったらね、ただ個人的にはね、めちゃくちゃ現役時代ね、見てた選手なんで、当たったら極めたいぐらいの感じだったんですけどね、ちょっと今回は縁がなかったっすね。リアタイに関しても一応超タイプ20丸はあるんですけど、まあそれ発動したらワンポイントどうかなっていう感じかな、フォークが変化量6になるのか、6のフォークって意外と打ちづらいですよね。続いてヤクルト、石井和久さん 選手はいこちら評価 B+ させてもらいましたここはリーグが A 評価リアタイが B 評価っていう感じなんですけど、まあ、9位とスタミナの査定はねまずまず高い感じになってて称号決められるとね9位スタミナ a ってなって見栄えはいいんですけどやっぱ請球の低さですよね まあこれがちょっとやっぱネックになっちゃうなというところと、まあ球種がね、3球種だけなんで、まあリアタイもかなり厳しめですね。スラーブである程度ね、ワンアウトツーアウトとかもしかしたら取れるかもしれないですけど、いけて1イニングが限界かなっていうイメージ。まあこれポイント解説でも言ったけど、本当にこういう選手に脱三振症つけてほしいなと思うんですけどね。そんなに出し絞る理由が思いつかない。 続いて中日ゲレーロ選手。はい、こちら評価 A とさせてもらいました。ここはリーグもリアタイもどちらも A 評価というね、査定にさせてもらいました。まあ、ステータスはね、やっぱパワーも85あって、なかなか強いんですけど、ただ特殊能力ですよね。これ第2、第3と、どちらもちょっと厳しめ。連発1打席目絶対出ないし、ローボールヒッターも能力全然上がらないしっていうね、ところで、まあ、パワーヒーオンリーになっちゃうと。で、パワーはもともと高いから、どっちかっていうとミートを上げたいけど、まあ、ミートを上げられる能力がね、そんなにないっていうところで、まあ、ちょっとそこは惜しいなと。 で守備もそんなに高いわけじゃないので、まあ、無理して使う選手ではないのかなという気はするんですけど、まあ、でもゲレールも当時人気ありましたからね、まあ、その懐かしさ思い入れで使いたいっていう人もいるかもしれないし。 あとこれ結構勘違いしてる人もいるんですけどシルエット選手をベースにした育成っていうのはできなくなっちゃってるんですけど育成の素材として要はこのゲレーロ選手新しい方をベースとして過去の,そのシルエット化しちゃってるゲレーロ選手これを継承するっていうことはできるのでまあもしね昔のものを持っている人がいたらそういう使い方もありですとまあ継承だけじゃなくて限界突破も同じようにできますなので限界突破のしやすさは1じゃなくて今回2になってますね続いてオリックスス・ペンサー選手はいこちら評価 A とさせてもらいましたはいまあここもちょっと 難しいいなっっていうところあったんですすけどリーグは得意評価リアタイは A 評 A 評評評評価価価価ででというね相互の評価になってますでもやっぱりこの選手もセカンドっていう適性でこの打撃能力ですよねこれを持ってる選手って、まあ、今年は結構ねそのシピン選手出たり牧、まあ、選手とかもね元気でミパイとかねなってきたんでいる部分ではあるんですけどまあ、でもやっぱりそんなに重くはないよねとってなってきた時に、まあ、セカンドのねリーグオーダーでピンズのな補強がなかなかできてないってい人とかまだオリックスの野手で 補強したかったって人人ととかあとはもちろんオリックス純正の人ですよねっていう方は、とつコーチも入れていってもいいラインかなとは思います。はい。まあ、もちろん、絶対必須最強っていうラインではないんですけど、まあ、でも選択肢には入れていいかなっていうぐらいですね。補給の低さはね、まあ、これどうだろうな、正直、スピンよりね、厳しいかなっていうのはあるんですけど、まあ、でも、それこそ第2セカンド。 セカンドに代打を出した後、内緒はセカンドの選手に代打でスペンサーを送って、もうそのまま守備つかすとか、まあ、そういう使い方だったらね、守備でのリスクっていうのも減らせるから、まあ、十分ありかなとは思いますね。続いてロッテ初芝選手。はい、こちら評価 A とさせてもらいました。ここはリーグアタイともに A 評価ですね。まあ、ここもね、称号が決まれば強いんですよ。そう。なんですけど、まあ、その称号の難易度が結構高いっていうのと、またロッテ純正で見ても、サードね、落合さんがいるじゃないですか。なんで、まあ、今年は出てないし、今後も多分今年は出なそうだなっていう ところああるんですけどまあ、優先度は低いかなスピリッツ優先するんだったらありっていう感じなんですけどね。まあ、同じミーパー同ちでもステータスがね、だいぶ差出ちゃってますからね。まあ、そこ難しいですね。 ちなみに、初芝選手が出た年のロッテの OBA で落合さんが出たことは多分ないんで、もうこれにより今年の落合さん出るなら中日ないしは巨人、もしくは日本ハム。日本ハムはまあないか。まあもう違うチームはほぼ濃厚なのかな。続いて、ホークス・ヒロセ選手。はい、こちら評価 A とさせてもらいました。ここもリーグ、リアタイともに A 評価ですね。で、この選手もね、評価難しいんですよ。ミートと総力に関してはもうトップクラスに強いじゃないですか。なんだけど、パワーがちょっと物足りなさって、弾道も低めと。特殊能力に に関しても別に弱くはないんですけど課題であるパワーをね上げれる能力というよりかはミートが上がるっていうねまあ、チャンスはもちろんパワーも上がるけどまあこれだけだと若干物足りないしランナーいないチャンスじゃないとパワーが上がらないってことなんでまあ、そこは若干もったいないなっていうのがあるんですよね なんですが、ただ守備適性ね、センター A っていう選手は、ホークス純正でいうと、この選手しかいないのかなっていうところなんで、まあ、センター B ギータを使ってるって人も中にはいると思うんですけど、それよりもやっぱり A という見栄えにこだわりたいっていう人なんかは必須級になってくるかなっていう感じですね。まあ、この辺りはホークス純正でもね、本当に評価が分かれるんじゃないかな。右が好きな人、左が好きな人でもね、やっぱ分かれると思うし、まあ、この辺りは好みかなという感じですね。続いて楽天、アリメ選手。ここはリーグが B プラス、リアタイが A 強化という感じですね、まあ、リーグ的には9位 A 決められるかどうかでリアタイ的にはこのスライダー2種ですよね、まあ、超タイピン20丸があるわけじゃないので高梨選手みたいなバケモン変化量みたいな感じじゃないんですけどでも十分通用すると思いますなんで中突き不足であれば全然純正じゃなくて12球団の人オールスターの人でも即戦力だと思うし当然純正やってる人楽天純正にとっては貴重なレリーフの1枚なんで持っておきたいっていう感じかなと思います それこそ全然無突限界突破できなくても使える、通用するタイプのピッチャーですね。続いて西武メヒア選手。はい、こちら、評価 A としました。まあ、ここもね、あの、待望の登場ということで、能力云々関係なくメヒアが欲しかったっていう方も多いかなと思うんですけど、ぶっちゃけドライに見て言うと、西武の野手って候補が非常に多いんですよね。まあ、なかなか最近、現役の選手はね、ちょっと苦しくなってきちゃってる部分も、査定はあるんですけど、まあ、OB 含めたらかなり野手が強いチームであると。 でタイプ的にもね、このパワー比系の野手って被るんですよね。っていうのはあるんですが、まあでもやっぱりスピリッツ優先だったり、この特殊能力の3つの組み合わせも、パワーこれでもかっていうぐらい上がりますから、まあ、そういう意味でのロマンはやっぱあるよなっていうね、のは思いますね。で、ここポイント解説の時にも言いましたが、基本的にやっぱりね、このミートの査定が一番いい能力になってるんで、僕は迷わずに継承でいいかなと思ってます。で、ラストがニッパーム、マーティン選手。はい、こちら評価 B プラスとしました。はい、これちょっと悩んだんですけどね、 リーグは A 評価。でも A 評価の中でもちょっと特 A よりぐらいの強さではあると。で、リアイ評価は B という感じですね。そう。で、まずリーグの話で言うと、やっぱり9位、請求 a 同値が狙えるっていうところではステータスが高いと。とはいえ、称号まで持っていくハードルはね、昔の S ランクとか取ってない限りはかなり高いかなと思うんですけど、まあ、でも決まれば強いと。ただ、リアイに関してはもうどうしようもなかなかできないというか、休止が厳しいんですよね。パッと見は変化量大きいし、ストレートもい,いだし、いいんじゃねっていう感じなんですけど、ただ その変化量大きいボールがカットボールなんで。 カットボールの変化量6って全然曲がらないんですよね、まあ、全然曲がらないは嘘だけどスライダーの6とカットボールの6じゃ全然もう天と地の差があるんでだからやっぱカットボーラーカットボールが武器のピッチャーって本当にこのゲーム不遇なんですよね一応タイピンでねマックスまで上がるけどっていう感じかななんでハム純正の人はねやっぱこれ優勝メンバーでもありますから欲しいっていう方多いと思うんですけど、まあ、リアタイ的にトライに見たら、まあ、そこまで占領カップにはならないかなっていう印象ですねはいってことで以上今回のね12戦 選手見ていったんですけども最後に総括をしておくと今回の総合得意評価はなしとなりましたまあそうですね結構甘めに見たとしても得意評価はいないかなと思っちゃうなただリーグ特価で考えたら平松さんとスペンサー選手ですねこの2人は得意と。 リア対面に関しては純正でってみても超必須級はいないかなっていう感じですね。絶妙に代用が効くというか、うんまあ、強いて言えば守備を優先する広瀬選手とか、まあ、吉田義男さんとか、まあそんなところかなーっていう感じ。だからそれも別にね、代用が絶対に効かないかって言ったらそうではないので、まあそういう意味でね、今回は非常に絶妙なラインナップということにしておきたいと思います。 はいといととうことで以上今回は OB 第3弾全選手の能力と評価をやっていたんですけどもいかがだったでしょうかまあ今回本当に初登場の選手多いんで、ね、いろんな評価もあると思いますのでぜひ自分はこう思う、ああ思うとかこの選手はもっとこうなんじゃないかとかねぜひぜひ皆さんの意見もコメントで教えてくださいということで今回もご視聴いただきありがとうございましたももこの動画少しでも参考になった OB 大3のより理解できたという方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでではまままたた次回の動画でお会いしましょう